今回は岡本木道の藩室取物帳石道路を朗読します。岡本木道を作る 鳩七,七老人はある時彼の昔の身分について詳しい話をしてくれた江戸時代の探偵物語を読む人々の便宜のために私も少しばかりここにその受け売りをしておきたい鳩物帳というのは与力や同心が おかっぴきらの報告を聞いて、さらにこれを町奉行所に報告すると、御用部屋に当座帳のようなものがあって、書約がとりあえずこれに書き留めておくんです。その帳面を取物帳と言っていました。と半七はまず説明した。それから私どものことを世間では、御用聞きとか、おかっぴきとか、手先とか、 勝手にいの名をつけているようですがご用聞きというのは一種の敬語で他からこっちをあがめて言う時かまたはこっちが他を脅かす時に用いる言葉で表向きの呼び名は小物というんです小物じゃ幅が利かないからご用聞きとか目明かしとか言うんですが世間では一般におかっ引きと言っていましたで りきには同心が4、5人ぐらいずつついている同心の下には岡っ引きが2、3人ついているその岡っ引きの下にはまた4、5人の手先がついているという順序で岡っ引きも少しいい顔になると1人で7、8人ないし10人ぐらいの手先を使っていました町奉行から小物すなわち岡っ引きに渡してくれる給料は1ヶ月に 一部二種というのが上の部で悪いのになると一部ぐらいでしたいくら書式の安い時代でも1ヶ月に一部や一部二種じゃやりきれませんおまけに5人も10人も手先を抱えていてその手先の給料はどこからも一文だって出るんじゃありませんから親分の岡っ引きがなんとか面倒を見てやらなけりゃならない つまり初めからそろばんが取れないような無理な仕組みに出来上がっているんですから自然そこにいろいろの弊害が起こってきておかっぴきとか手先とか言うととかく世間からまむし扱いにされるようなことになってしまったんですしかし大抵のおかっぴきは何か別に商売をやっていました女房の名前で湯屋をやったり小料理をやったりしていましたよ そういういわけで町奉行所から公然認められているのは少数の小物すなわちおかっぴきだけで多数の手先は読んで字のごとくおかっぴきの手先となって働くにすぎない従っておかっぴきと手先とは自然親分子分の関係をなして手先はおかっぴきの台所の飯を送っているのであった。 もちろん手先の中にもなかなか立派な男があっていい手先を持っていなければ親分の岡っ引きもいい顔にはなれなかった半七は岡っ引きの子ではなかった日本橋の木綿棚の通い番頭のせがれに生まれて彼が13妹の奥目が5つの時に父の半兵衛に死に別れた。 母のお民は御家を立てて二人の子供を無事に育て上げ兄の半七には父の後を継がせて元のお店に奉公させようという望みであったが道楽肌の半七は仇の奉公を好まなかった私も不幸者で若い時にはおふくろを散々泣かせましたよそれが半七の懺悔であった 肩揚げの折りないうちから道楽の味を覚えた彼はとうとう自分の家を飛び出して神田の吉五郎というかっぴきの子分になった吉五郎は酒癖のよくない男であったが子分たちに対しては親切に面倒を見てくれた半七は一年ばかりその手先を働いているうちに彼の初陣の功名を表すべき時節が来た。 忘れもしない天保丑年の十二月で私が十九の年の暮れでした半七老人の巧妙話はこうであった天保十二年の暦ももう終わりに近づいた十二月初めの曇った日であった半七が日本橋の大通りをぶらぶら歩いていると 白木の横丁から青い顔をした若い男が苦労ありそうにとぼとぼと出てきた男はこの横丁の菊村という古い小物屋の番頭であった半主もこの近所で生まれたので子供の時から彼を知っていた「せいさんどこへ声をかけられて清次郎は黙って会釈し,した」。 若い番頭の顔色は今日の冬空よりも曇っているのがいよいよ半七の目についた「風でも引きなせたかえ顔色がひどく悪いようだが」「いえ何別に」「言おうか言うまいか清次郎の心は迷っているらしかったがやがて近寄ってきてささやくように言った」 実はお菊さんの行方が知れないのでお菊さんが一体どうしたんです昨日のお昼過ぎに仲働きのお竹丼を連れて浅草の観音様へお参りに行ったんですが途中でお菊さんにはぐれてしまってお竹丼だけがぼんやり帰ってきたんです昨日の昼過ぎと半七も顔をしかめた。 そうして今日までで姿を見せないんですね。おふくろさんもさぞ心配していなさるだろうまるで心当たりはないんですかいそいつはちっと変だね菊村の店でも無論手分けをして夕べから今朝まで心当たりをくまなく詮索しているがちっとも手がかりがないと清二郎は言った彼は夕べろくろくに眠らなかったらしく 赤く潤んだ目の奥に疲れた瞳ばかりが鋭く光っていた「番頭さん冗談じゃないお前さんが連れ出してどこへか隠してあるんじゃないかえ?」と半七は相手の肩をたたいて笑った「いえとんでもないことを」と清次郎は青い顔を少し染めた。 娘と誠二郎とがただの主従関係でないことは半七もうすうすにらんでいたしかし正直者の誠二郎が娘をそそのかして家出させるほどの悪方法を書こうとも思われなかった菊村の桃園の親類が本郷にあるので所詮無駄とは思いながらも 一応は年晴らしにこれからそこへも聞き合わせに行くつもりだと清次郎は頼り投げに言った彼の注げた瓶の毛は師走の寒い風に寂しくおののいていたじゃあまあ試しに行ってごらんなさいわしもせいぜい気をつけますから何分願います清次郎に別れて 藩主はすぐに菊村の店へ訪ねていった菊村の店は試験班の間口で一方の狭い抜け裏の左側に格子戸の出入り口があった奥行きの深い家で奥の八畳が主人の居間らしくその前の十坪ばかりの北向きの小庭があることを半七はかねて知っていた 菊村の主人は5年ほど前に死んで今は女主のおとらが一家の締めくくりをしていたお菊は夫が形見の一粒種で今年18の美しい娘であった店では茂蔵という大番頭のほかに清次郎と藤吉の若い番頭が2人まだほかに4人の小僧が奉公していた。 奥はお虎親子と仲働きのおたけと他に台所を働く女中が二人いることも半七はことごとく記憶していた半七は女主のおとらにもあった大番頭の重蔵にもあった仲働きのおたけにもあったしかしみんな薄暗いゆがんだ顔をしてため息をついているばかりで 娘の在りかを探索することについて何の暗示をも半七に与えてくれなかった帰る時に半七はおたけを孔子の外へ呼び出してささやいた「おたけどんおめえはお菊さんのお供をしていた人間だから今度の一件にはどうしても書かれか合いは逃れねえぜうち外によく気をつけて 何か心当たりのことがあったらきっとわしに知らせてくんねえ。いいかえ隠すとためにならねえぜ。年の若いおたけは灰のような顔色をして震えていたその脅しが効いたと見えて半七が明くる朝再び出直してゆくと孔子の前を寒そうに吐いていたおたけは待ちかねたようにかけてきた。 あのね、半七さんお菊さんがゆうべ帰ってきたんですよ帰ってきたそりゃよかったところがまたすぐにどこへか姿を隠してしまったんですよそりゃ変だね変ですともそうしてそれっきりまた見えなくなってしまったんですもの帰ってきたのを誰も知らなかったのかねいいえ 私も知っていますし女将さんも確かに見たんですけれどもそれがまたいつの間にか聞く人よりも話す人の方がいかにも腑に落ちないような顔をしていた昨日の夕方国腸のクレームツがちょうど聞こえる頃でしたろうと おたけは何か怖いものでも見たように声を潜めて話したこの格子ががらりと開いたと思うとお菊さんが黙ってスーッと入ってきたんですよ他の女中たちはみんな台所で親食の支度をしている最中でしたからそこにいたのは私だけでした私が「お菊さん?」と思わず声をかけると お菊さんはこっちをちょいと振り向いたばかりで奥の居間の方へズンズん行ってしまいましたそのうちに奥で「おやお菊かえ?」というおかみさんの声がしたかと思うとおかみさんが奥から出てきて「お菊はそこらにいないか?」と聞くんでしょ私が「いいえ存じません」と言うとおかみさんは変な顔をして「だって今そこへ来たじゃないか探してごらん」と言う 私もおかみさんと一緒になって内ちを探してみたんですけれどもお菊さんの影も形も見えないんです。店には番頭さんたちもみんないましたし台所には女中たちもいたんですけれども誰もお菊さんの出入りを見たものはないというんでしょう。庭から出たかと思うんですけれども木戸はうちからちゃんと締め切ってあるままでここから出たらしい様子もないんです。 まだ不思議なことは初めに入ってきた行進の中にお菊さんの下駄が脱いだままになって残っているじゃありませんか今度ははだしで出ていったんでしょうかそれが第一わかりませんわお菊さんはその時どんななりをしていたねと半七は考えながら聞いたおとといこの家を出た時のとおりでした 木八丈のの着着物ををてて藤色の頭巾をかぶって「白小屋のお熊が引き回しの馬の上に喜八条の哀れな姿をさらしてこの方若い娘の喜八条は一時全く廃れたがこの頃はまただんだん流行りだして出世前の娘も芝居で見るお駒をまねるのがちらほらと目についてきた」。

おたは別にそんななことともないようだと言った何しろほんのわずかの間でおかみさんが奥の八畳の居間に座っているとふすまが細めに開いたらしいので何心なく振り向くとかの木八畳の綿入れに藤色の頭巾をかぶった娘の姿がちらりと見えた驚きと喜びとで思わず声をかけると 娘はどこかへ消えてしまったのであるもしやどこかで非業の最後を遂げてその魂が自分の生まれた家へ迷って帰ったのかとも思われるが彼女は確かに格子を開けて入ってきたしかも生きているものの証拠として泥のついた下駄を格子の中へ残していた 一昨日浅草行った時に娘はどこかで清さんにあやしなかったかと半七はまた聞いたいいえ隠しちゃいけねえおめえの顔にちゃんと書いてある娘と番頭は前から打ち合わせがしてあって奥山の茶屋か何かであったろうどうだおたけは隠しきれないでとうとう白状した おくは若い番頭の清次郎と唐から訳があって時々外で忍び合っているおとといの観音参りも無論そのためで待ち合わせていた清次郎と一緒にお菊は奥山のある茶屋へ入った鳥持役のおたけはその場を外して観音の境内を半時ばかりも遊び歩いていた それから再び茶屋へ帰ってくると2人はもう見えなかった茶屋の女の話によると男は一足先に帰って娘はやがて後から出た茶代は娘が払っていったそれから私もそこらを探して歩いたんですけれどもお菊さんはどうしても見えないんですもしや先へ帰ったのかと思って 私も急いで家へ帰ってくると家へもやっぱり帰っていないんでしょ内緒で聖さんに聞いてみたんですけれどもあの人も一足先へ帰った後で何にも知らないと言うんですでも女将さんに本当のことは言えませんから途中ではぐれたことにしてあるんですが聖さんも私もおとといからうちうちどんなに心配しているか知れないんです。 ゆうべ帰ってきてやれうれしいやと思うとすぐにまた消えてしまって一体どうしたんだかまるで見当がつきませんおろおろ声でおたけがささやくのを半七は黙って聞いていた何今にわかるだろうおかみさんにも番頭さんにもあまり心配しねえように言っておくがいい今日はこれで帰るから。 半七は神田へ帰って親分にこの話をすると吉五郎は首をかしげて「その番頭が怪しいぜ」と言ったしかし半七は正直な清次郎を疑う気にはなれなかったいくら正直だって主人の娘とフラッチを働くような野郎だもの何をするかわかるもんか明日行ったらその番頭をひっぱたいてみろ。 と吉五郎は言ったそのあくる朝の四つ十時頃に半七が重ねて菊村の店へ見回りに行くと店の前には大勢の人が立っていた大勢は何かひそひそささやきながら好奇と不安の目を険しくして家を覗き込んでいた 近所の犬までが大勢の足の下をくぐってひさいありげにうろついていた裏へ回って格子を開けると狭い靴脱ぎは草履や下駄で埋められていたおたけは泣き顔をしてすぐ出てきた「おい何かあったのかい女将さんが殺されて」おたけは声を立てて泣きだした。 藩主もさすがに悪に取られた。誰に殺されたんだ返事もしないでおたけはまた泣き出したすかして脅してその司祭を聞くと「女主のお虎はゆうべ何者にか殺されたのである」「表向きは何者かわからないと言っているが実は娘のお菊が手を下したのである」 おたけは確かにそれを見たと言ったおたけばかりでなく女中のおとよもおかつも同じくお菊の姿を見たとのことであった果たしてそれが偽りでなければお菊は言うまでもなく親殺しの罪人である事件は非常に重大なものとなって藩主の前に現れた。 今まではさのみ珍しくもない長家の娘と奉公人の色ごとと鷹をくくっていた半七はこの重大事件にぶつかって少し面食らっただがこういう時に腕を見せなきゃいけねえと年の若い彼は勤めて勇気をふるい起こした娘は先ごととい行方不明となった それがおとといの晩ふらりと帰ってきてすぐにまたその姿を隠してしまったそうして夕べまた帰ってきたかと思うと今度は母を殺して逃げたこれにはよほど込み入った事情がまつわっていなければならないと想像されたそうして娘はどうしたどうしたかわからないんです とおたけはまた泣いた彼が泣きながら訴えるのを聞くとゆうべも前夜と同じ人もしごろにおきくは我が家へ同じ形を現した今度はどこから入ってきたかわからなかったが奥でおかみさんが突然に「おやおきく?」と叫んだ続いておかみさんが悲鳴を上げた たけと他の女中二人が驚いて駆けつけた時に縁側へするりと抜け出していくお菊の後ろ姿が見えたお菊はやはり木八条を着て藤色の頭巾をかぶっていた3人はお菊を取り押さえるよりもまず女将さんの方に目を向けなければならなかったおとらは左の父の舌を刺されて虫の息で倒れていた 畳の上には一面に赤いみが流れていた。サニーはキャーッと叫んで立ちすくんでしまった。店の人たちもこの声に驚いてみんな駆けつけてきた。大きくが、大きくが。おとらはかすかにこう言ったらしいが、その以上のことは誰の耳にも聞き取れなかった。 彼女は大勢がただうろたえているうちに息を引き取ってしまった小役人連盟で訴えて出るとすぐに検視の役人が来たお虎の傷口は鋭い合い口のようなもので深くえぐられていることが発見された家内の者のは皆調べられた。 うっかりしたことを公害して店ののれに傷をつけてはならないという遠慮から、誰も下手人を知らないと答えた。大きくが、大きくが。おとらはかすかにこう言ったらしいが、その以上のことは誰の耳にも聞き取れなかった。彼女は大勢がただうろたえているうちに息を引き取ってしまった。 小役人連盟で訴えて出ると、すぐに剣士の役人が来た。大人の傷口は鋭い合い口のようなもので、深くえぐられていることが発見された。家内の者は皆調べられた。うっかりしたことを公外して、店ののれに傷をつけてはならないという遠慮から、誰も下手人を知らないと答えた。 ししかし娘のお菊が居合わせないということが役人たちの注意を引いたらしいお菊と訳のあることを発見された清次郎はその場からすぐに引き立てられていったおたけにはまだ何の沙汰もないがいずれ町内預けになるだろうと彼女は生きている空もないように恐れおののいていた「とんだことになったもんだ」と は思わずため息をついた「私はどうなるでしょう」とおたけは巻き添えの罪がどれほどに重いかをひたすらに恐れているらしかったそうして「私もういっそ死んでしまいたい」などと享受のように泣き悲しんでいた「バが言っちゃいけねえおめえは大事の証人じゃねえか」。 と半七は叱るように言ったいずれ御用聞きが一緒に来たろうが誰が来た何でも源太郎さんとかいう人だそうですうんそうか瀬戸物町か源太郎は瀬戸物町に住んでいる古顔のおかっぴきでいい古文も大勢持っている 一番こいつの花をあかして俺の親分に手柄をさしてやりたいと半七の胸には強い競争の念が火のように燃え上がったしかしどこから手をつけていいのか彼もすぐには見当がつかなかったゆうべも娘は頭巾をかぶっていたんだねえー、やっぱりいつもの藤色でした。 さっきの話や娘はどさくさまぎりに縁側へ抜け出してそれから行方が知れねえんだねおい気度をあげておいらを庭口へ回らしてくれねえかと半七は言ったおたけが奥へ取り継いだと見えて大番頭のぞ蔵が目をくぼませて出てきたどうもご苦労さまでございますどうぞすぐにこちらへ。 とんだこってした、ね、お取り込みの中へズガズガ入るのもよくねえからすぐに庭口へ回ろうと思ったんですがそれじゃごめんをこむります半七は奥へ案内されておらの血の跡がまだ乾かない八条の居間へ通った彼がかねて知っている通り縁側は北に向かっていて前には10坪ばかりの小庭があった 庭にはきれいに手入れが行き届いていて雪吊りの松や霜よけの芭蕉が冬らしい庭の色を作っていた「縁側の雨戸は開いていたんですか?」と半七は聞いた「雨戸はみんな閉めてあったんですがその手水橋の前だけがいつも一枚細めに開けてありますので」と案内してきた茂蔵は説明した。 もちろんそれは宵のうちだけで寝る自分にはぴったり占めてしまいます半七は無言で高い松の小を見上げた侵入者はこの松を伝ってきたものらしくも思われなかった忍び返しの竹にも損傷はなかった随分高い塀ですねはい。 ゆうべもお役人衆がご覧になって「この高い塀を乗り越してくるのは容易でない」と言って発信をかけた様子もなし松を伝ってきたらしくも思われないこれは庭口から忍び込んだのではあるまいとおっしゃいましたしかしどこから入ったにしましても出る時はこの庭口から出たにそういないように思われますが 木戸の城は内から固く下ろしたままになっていますのでどこをどうして出て行ったかさっぱりわかりません」と重蔵は曇った目をいよいよ曇らせて無意味にそこらを見回していた「さようさ忍び返しにも傷をつけず松の枝にも触らずにこの高辺を乗り越すというのは生やさしいことじゃねえ。 どう考えてもこれは長家の娘などにできそうな芸ではなかった「くせ者はいほど経験に富んだやつに相違いない」と半七は鑑定したしかしその場へ駆けつけた3人の女は確かにお菊の後ろ姿を見たというそれには何かの誤りがなければならないと彼はまた考えた。 彼はさらに念のために庭下駄を履いて狭い庭の隅々を見回ると庭の東の隅には大きい石灯籠が立っていたよほど時代が経っていると見えて傘も台石も青黒い苔の衣に隙間なく包まれていた一種の湿気を帯びた苔の匂いがこの老舗の古い歴史を語るようにも見えた 石道路だ近頃にこれをいじりましたかと半七は何気なく聞いた「いいえ昔から誰も手をつけたことはありませんこんなに見事に苔がついているからめったに触っちゃいけないとおかみさんからもやかましく言われていますのでそうですか」。 めったに触ることを禁じられているという古い石道路の傘の上に人の足跡がかすかに残っていることを半七はふと見つけ出したのであった熱い青苔の表は小さいつま先の跡だけ軽く踏みにじられていた。 保険に残っているつま先の跡は小さかった男ならば少年でなければならない半主はどうも女の足跡らしいと認めたこのクセモ者はよほど経験に富んだやつと想像していた半七の鑑定は外れたらしい女とすればやはり大きくてあろうかたとえ石道路を足がかりにしても 町育ちの若い娘がこの高部を自由自在に上り下りすることはとてもできそうには思われなかった半七は何を考えたかすぐに菊村の店を出て現代の浅草公園第6区をさらに不秩序にさらに幾倍も混雑させたような両国の広小路に向かった。 もうかれこれ昼ごろで広小路の芝居や寄せも向こう両国の見世物小屋もこれからそろそろ林やしたてようとする時刻であったむしろを垂れた小屋の前には弱々しい冬の日がほこりにまみれた絵看板を白っぽく照らして色の冷めたのぼりが寒い川風に震えていた。 ヤの角の柳が骨ばかりに痩せているのも今年の冬が日ごとに暮れてゆく暗い下がれの心持ちを見せていたそれでも場所柄だけにどこからか寄せてくる人の波は次第に大きくなってくるらしいその混雑の中をくぐり抜けて半七はナラビジャヤの一軒に入ったどうだい 相変わらず繁盛かね親分いらっしゃいと色の白い娘がすぐに茶をくんできたおい姉さん早速だが少し聞きてえことがあるんだあの小屋に出ている春風小竜という女の軽業あいつの亭主は何と言ったっけねえほほほほあの人はまだ停止持ちじゃありませんわ。 亭主でも色でも兄弟でも構わねえあの女についている男は誰だっけね金さんの子ですかと娘は笑いながら言ったそうそう金次と言ったっけあいつの家は向こう両国だね古竜も一緒にいるんだろうほうどうですか金次は相変わらず遊んでいるだろう 何でも太は大きいごふく屋に放火していたんだそうですが、小竜さんのところへ炭物を持って行ったのが円になって、小竜さんよりずっと年のお若いおとなしそうな人ですよ。ありがてえ、それだけ別れやいいんだ。判事はそこを出てすぐそばの店物小屋に入った。この小屋はカルワザ氏の一座で。 舞台では春風古竜という女が綱渡りや宙乗りの際どい曲芸を演じていた古竜は白い面をかぶったような厚化粧をしてせいぜい若々しく見せているが本当の年はもう30に近いかもしれない墨で描いたらしい濃い眉と紅をまぶたにぼかしたらしい美しい目とを絶えず働かせながら 演技中にも多数の見物に向かってしきりに癒やしい媚びを打っているそれがたまらなく面白いもののように見物は口を開いて見とれていた藩主はそこを出てすぐそばの見せ物小屋に入ったこの小屋は軽業師の一座で舞台では春風小龍という女が 綱渡りや宙乗りの際どい曲芸を演じていた小竜は白い面をかぶったような厚化粧をしてせいぜい若々しく見せているが本当の年はもう30に近いかもしれない墨で描いたらしい濃い眉と紅をまぶたにぼかしたらしい美しい目とを絶えず働かせながら 演技中にも多数の見物に向かってしきりに癒やしい媚びを打っているそれがたまらなく面白いもののように見物は口を開いて見とれていた半七はしばらく舞台を見つめていたがやがてまたここを出て向こう両国へ渡った小まとめ橋のモモンジヤに近い路地の中に 近の家のあることを探し当てて半七は孔子の外から二三度声をかけたが中では返事をするものもなかったよんどころなしに隣の家へ行って聞くと金二は家を開けっ放しにして近所の銭湯へ行ったらしいとのことであった私は山の手からわざわざ訪ねてきたものですがそんなら帰るまで入り口に待っています。 隣の女将さんに一応断って半七は格子の中へ入った上がりかまちに腰をかけてタバコを一服吸っているうちに彼はふと思いついてそっと入り口の障子を細めに開けたうちは六畳と四畳半のふたまで入り口の六畳には長火鉢が据えてあった。 次の四畳半にはこたつが切ってあるらしく掛け布団の赤い裾が存在に締めた襖の間からこぼれ出していた藩紙は上がりかまちから少し伸び上がってうかがうと四畳半の壁には木八うの女物がかかっているらしかった彼は草履を脱いでそっと家へはい込んだ。 四畳半の襖の間からよく見ると壁にかかっている女の着物は確かに木八丈で袖のあたりがまだ濡れているらしいのはおそらく血の跡を洗ってここに干してあるものと想像された半七はうなずいて元の入り口に帰ったその途端にドブ板を踏む足音が近づいて 隣のおかみさんに挨拶する男の声が聞こえた留守に誰か来ているああ、そうですか金次が帰ってきたなと思ううちに格子ががらりと湧いて半室と同じ年頃の若い小粋な男が濡れてぬぐいを下げて入ってきた金次はこの頃小博士などを打ち覚えてぶらぶら遊んでいる男で 藩主とはまんざら知らない顔でもなかった「いや神田の兄貴ですかお珍しいございますねまあお分かんなさい」相手がただの人と違うので金次は愛想よく半七を生じ入れて流し鉢の前に座らせたそうして時効の挨拶などをしている間にもなんとなく落ち着かない彼の素振りが 半七の目にはありありと読まれた「おい金次おらはじめにおめえに謝っておくことがあるんだ」なんですね兄改まってそんなこといやそうでねいくら俺が御用を務める身の上でも人の家へ留守に上がり込んで奥を覗いたのは悪かったどうかまあ堪忍してくんねえ 火鉢に墨をついでいた金次はたちまち顔色を変えて推しのように黙ってしまった彼の手に持っている火箸はカチカチとなるほどに震えた「あの木八条はこういうのかいいくら芸人でもひどく派手な柄を着るじゃねえかもっともおめえのような若い亭主を持っていちゃ女はよっぽど若作りにしやなるめえが」 <laughs> おい金次なぜ黙っているんだ愛嬌のねえ野郎だな右京子に何かをおごってこれゆののろけでも聞かせねえかおいおいなんとか返事をしろおめえも年上の女に可愛がられて何から何まで世話になっている以上はたとえ自分の気にすまねえことでも女がこうといや 読んどころなしに片棒を担ぐというような苦しいハメがねえとも限らねえそりゃ俺もバンバン刺しているからできるだけのお慈悲は願ってやるどうだ何もかも正直に言ってしまえ唇まで真っ青になって震えていた金次は押しつぶされたように畳に手をついた兄何もかも申し上げます 神妙によく言ったあの喜八条は菊村の娘のだろうなてめえ一体あの娘をどこから連れてきた私が連れてきたんじゃないんですと金次は哀れみを凍うような悲しい目をして相手の顔をそっと見上げた実はさきおと,とといの昼前に 保留と二人で浅草へ遊びに行ったんです酔うとあいつの癖で今日はもう商売を休むというのを無理になだめて帰ろうとしてもあいつがなかなか承知しないんですもっともあんな派手な関与はしていても銭使いが荒いのと私がこの頃景気が悪いんで方々に無理な借金はできるこの年の暮れは大ごなんであいつも少しやけになっているようですから 仕方なしにおもりをしながら昼過ぎまで奥山あたりをうろついているとある茶屋から若い番頭が出てくる続いて小ぎ麗な娘が出てきましたそれを小龍が見てあれは日本橋の菊村の娘だおとなしいような顔をしていながらこんなところで番頭と出会いをしていやがるあいつを一番食い物にしてやろうと これはどうして菊村の娘ということを知っていたんだと半七は口を入れたそれは時々に紅やおしろいを買いに行くからです菊村は古い店ですからねそこで私はすぐに籠を呼びに行きましたその間何と言って誘ってきたのか知りませんがとうとうその娘を馬道の方へ引っ張り出してきたんです籠は2丁で と娘がに乗って先へ行っててへ行私は後から歩いて帰りました帰ってみると娘は泣いている近所へ聞こえると面倒だから猿靴をはめて戸棚の中へ押し込んでおけと小流が言うんですあんまりかわいそうだとは思いましたがええー、育児のね何をグズグズしているんだねとあいつがむやみ建築を食わせるもんですから私も手伝って奥の戸棚へ押し込んでしまいました 法隆というやつはよくねえ女だということは俺も前から聞いていたがまるで一つ屋のババアだなそれからどうしたその晩すぐ近所の山税源を呼んできていた子へ年いっぱい40両ということに話が決まりました安いもんだが仕方がないというんで明くる朝カゴに乗せて税源と一緒に出してやりましたが その税源の帰らないうちは一文もこっちの手に入らない何しろもう十二月の声を聞いてからは毎日のようにいろいろの鬼が押し寄せてくる苦し紛れに古流はまたこんなことを考え出したのです娘をいた子やるときに売り物には花とか言うんで着ていた木はじをしっぱかして古流のよそ行きと着替えさせてやったもんですから 娘の着物はそっくりこっちに残っているうん、うん、その木八条の着物と藤色の頭巾で古流が娘に化けて菊村へ忍び込んだなやっぱり金を取るつもりかそうですと金次はうなずいた金は手箱に入れてお袋の居間にしまってあるということは娘を脅して聞いておいたんです それじゃあ初めからそのつもりだったんだろうどうだかわかりませんが小龍は苦し紛れに読んどころなくこんなことをするんだと言っていましただがおとといの晩はうまく行かないですごすご帰ってきました今夜こそはきっとうまくやってくると言って夕べも夕方から出て行きましたがやっぱり手ぶらで帰ってきて今夜もまたやり損じた おまけにカカアが大きな声を出しやがったからやけになってどてっぱらをえぐってきたとこう言うんです兄の前ですが私は震えてしばらくは口がきけませんでしたよ袖に血がついているのを見ると嘘じゃないとんでもないことをしてくれたと思っていますとそれでも当うには済ましたものでなあに大丈夫さこの頭巾と着物が証拠で 世間じゃ娘が殺したと思っているにそう言いないと言っているんですそうして着物の血を洗ってあそこへ干して今日も相変わらず小屋へ出て行きました「いい度胸だなおめえの色には過ぎ物だ」と半七は苦笑いをしただが正直に何もかもよく言ってくれた おめえもとんだ女にかわいがられたのが運のつきだこれはどうで獄門だがおめえの方は言い取り次第で首だけはつながるにそういねえまあ安心してやろうどうぞお慈悲を願います私は全く育児のない人間なんでゆうべもおちおち寝られませんでした兄の顔を一目見た時に これはもういけねえと往生してしまいましたあの女には義理が悪いようですけれども私のようなものはこうして何もかもすっかり白状してしまった方が胸が軽くなって帰ってようございますよじゃあ気の毒だがすぐに神田の親分のところまで一緒に来てくれどのみち当分はシャバは見られねえからまあ、ゆっくり支度をしていくがいいや ありがとうございます。「真っ昼間だ近所の手前もあるだろう縄は勘弁してやるぜ」と半七は優しく言ったありがとうございます金二は重ねて礼を言った彼の目は育児なく潤んでいたお互いに若い体だこう思うと半七は 自分の虜となって引かれてゆくこの弱々しい若い男がいじらしくてならなかった半七の報告を聞いて親分の吉五郎は金杉の浜で鯨を捕まえたほどに驚いた犬も歩けば棒に当たるというがてめえもうろうろしてるうちに。 どえらいことをしやがったなまだ駆け出しだと思っていたら油断のならねえやつだいいいい何しろ大出来だ真っ昼間だ近所の手前もあるだろう縄は勘弁してやるぜと半七は優しく言ったありがとうございます金次は重ねて礼を言った 彼の目は育児なく潤んでいた。お互いに若い体だ。こう思うと半七は。自分の虜となって惹かれていくこの弱々しい若い男が。いじらしくてならなかった。し。半七の報告を聞いて。 親分の吉五郎は金杉の浜でクジラを捕まえたほどに驚いた犬も歩けば棒に当たるというがてめえもうろうろしてるうちにどえらいことをしやがったなまだ駆け出しだと思っていたら油断のならねえやつだいいいい何しろ大敵だてめえの骨を盗むような俺じゃねえ てめえの働きみんな旦那方に申し立ててやるからそう思えそれにしてもそのこというとやつを早く引き上げてしまわなければならねえ女でもいけっぷてえやつだ何をするか知れねえから誰か行って半七を透けてやれ物慣れた手先二人が半七を先に立てて再び両国へ向かったのは短い冬の日ももう暮れかかって

しかし案外落ち着いた態度で寂しく笑った親分が「なんだか嫌ですわね何のご用でしょうあんまりおめえの評判がいいもんだから親分もおつな気になったのかもしれねえあら冗談は置いて本当に何でしょうお前さん大抵知っているんでしょう?」 衣装つづらにしなやかな体を持たせながら古竜は蛇のような目をして半七の顔をうかがっていた「いやおいらほんの使いやこだ何にも知らねえ何しろ大して手間を取らせることじゃあるめえから世話を焼かせねえで素直に来てくんねえ」「それは参りますともご用とおっしゃれや逃げ隠れはできませんからねえ」と 小竜はたばこ入れを取り出して静かに一服吸った隣のおででこ芝居では打ち出しの太鼓が聞こえた他の芸人たちも一種の不安に襲われたらしく息を殺して遠くから二人の問答に耳を澄ましていた狭い楽屋の隅々は暗くなった「日が短え」。 親分も気がぐずぐずしていると俺まで叱られるぜ早くしてくんねえ」と半七はじれったそうに催促した「はいはいすぐにおもします」ようやく楽屋を出てきた古竜はそこの暗い影にも2人の手先が立っているのを見て悔しそうに半七の方をじろりと睨んだ「おお寒い」。 日が暮れると急に寒くなりますね。と彼女は両袖をかき合わせた。だから早く行きねえよ。何の御用か存じませんが、もしじきに返していただけないと困りますから、うちへちょいと寄らしてくださるわけにはまいりますまいか。うちへ帰ったって金次はいねえぞ。と半七は冷ややかに言った。 竜は目を閉じて立ち止まった。やがて再び目を開くと長いまつげには白いつゆが光っているらしかった「金さんはおりませんかそれでも私は女のことですから少々支度をして参りとうございますから」。三人に囲まれて古竜は両国橋を渡った。 彼女は時々に肩を震わせて、やるせないようにすすり泣きをしていた。金字がそんなに恋しいか。はい、おめえのような女にも似合わねえな。さしてください。長い橋の中ほどまで来た頃には、貸しの家々には黄色い灯火の影がまばらにきらめき始めた。 大川の水の上にはネズミ色の煙が浮かび出して遠い川下が水分かりで薄白いのも寒そうに見えた橋盤の小屋でも安灯にかすかなろうそくの火を入れた今夜の下を予想するようにお船蔵の上を狩りの群れが鳴いて通ったもし私に悪いことでもあるとしたら 金さんはどううなるでしょうね。それは当人の言い取り次第さ古流は黙って目を拭いていた。と思うと彼女は出し抜けに叫んだ金さん、忍しておくれよ。そばにいる半七を力任せに突きのけて古流は燕のように身を翻して駆け出した。 さすがは軽あざだけにその早業は目にも止まらないほどであった彼女は欄干に手をかけたかと見る間もなく体はもう真っ逆さまに大川の水底に飲まれていた「指揮と半七は歯を噛んだ水の音を聞いて橋番も出てきた御用という名で すぐに近所の船頭から船を出させたが古竜は再び浮き上がらなかった明くる日になって向こう貸しの百本食いに女の髪がその昔の浅草のりのように黒く絡みついているのを発見した引き上げてみるとその髪の持ち主は古竜であったので凍った死体は貸しの浅茂にさらされて検死を受けた 女の軽業しはとうとう命の綱を踏み外してしまったそれが江戸中の評判となって半七の名もまた高くなった菊村ではすぐ人をやってまだ目見え中のお菊を無事に板子から取り戻した今考えるとあの時はまるで夢のようでございました 清次郎は一足先に帰ってしまって私はなんだか寂しくなったものですからおたけの帰ってくるのを待ちかねて何の気なしに表へ出ますと大きい木の下に前から顔をしている軽業しの小竜が立っていて清さんが今そこで急病で倒れたからすぐに来てくれというのでございます私はびっくりして一緒に行きますといさんは籠で お医者の家へ担ぎ込まれたからお前さんも後から籠で行ってくれと無理やりに籠に乗せられてやがてどこだかわからない薄暗い家へ連れ込まれてしまったのでございますそうすると古流の様子が急に変わってもう一人の若い男と一緒に私を散々ひどい目に遭わせましてそれからまた遠いところへ送りました。 私はもう半分は死んだもののようにぼうとなってしまいまして何をどうしようという知恵も分別も出ませんでした」とおきくは江戸へ帰ってから係役人の取り調べに答えた番頭の清次郎は単に「叱りおく」というだけで許された小竜は自滅して仕置きを免れたが その死ははやはり小遣っ腹にかけられた。金次は同罪ともなるべきものを格別のお慈悲をもって筒を申し付けられてこの一件は落着したこれがまあ私の売り出す初めでしたと半七老人は言った。 それから34年たつうちに親分の吉五郎はかく乱で死にましたその死に際に娘のおせんと後ぎ一切を私に譲ってどうか後を立ててくれろという遺言があったもんですから子分たちもとうとう私を担ぎ上げて二代目の親分ということにしてしまいました私が一人前のおかっぴきになったのはこの時からです その時にどうして古竜に目薬を刺したかというんですかそれはさっきもお話申した通り石道路の足跡からですコケに残っているつま先がどうしても女の足らしいと言って大抵の女があの高部を無造作に上り下りすることができるもんじゃないよほど体の軽いやつでなければならないと思っているうちに フトカルワザシとといいいうことを思いついたんです女の軽あざしは江戸にもたくさんありませんその中でも両国の小屋に出ている春風小竜というやつは普段から評判の良くない女で自分よりも年の若い男に入れ上げているということを聞いていましたから多分こいつだろうとだんだん手繰っていくと案外に早く拉致が開いてしまったんです。 金次というやつは伊豆の島へやられたんですがその後何でも社にあって無事に帰ってきたという噂を聞きました <noise> 菊村の店ではバントの清次郎を娘の婿にして相変わらず商売をしていましたがいくら老舗でも一旦ケチがつくとどうもいけないものと見えてそれからのちは商売も思わしくないようで 江戸の末に芝の方へ引っ越してしまいましたが今はどうなったか知りませんどっちにしても助からない人間じゃありますけれども氷を大岡へ飛び込ましたのは残念でしたよつまりこっちの油断ですね捕まえるまでは気が張っていますけれどももう捕まえてしまうと誰でも気が緩むものですから 油断して縄抜けなんぞを食うことが時々あります。まだ面白い話はないかというんですか自分の手柄話ならばいくらもありますよ。<laughs> そのうちにまた遊びにいらっしゃい。ぜひまた話してもらいに来ますよ。私は半七老人と約束して別れた。 はいかがでしたか？それではまた。次回お楽しみに。